皆さんこんにちは。今日の知っとくは、便秘の特効薬は毎朝の食事にありというお話です。便秘に悩んでいる人がいることと思います。そして特に女性に便秘で悩んでいる人が多いものです。また人間は加齢とともに便秘に悩みがちになってきます。これは年齢とともに腸の動きが鈍くなるためです。人間は何かを食べると胃腸反射という働きを起こします。つまり胃腸が活発に動き始めるのです。これによって便意を催すのです。特に朝食は大切です。夜中ずっと胃腸が休止状態だったところに食べ物が入ってくることで胃腸反射が大きく起こり便意を催すのです。このためお通じを良くするためには朝食はぜひ食べたいものです。もし時間がないなどの理由でどうしても朝食を抜く必要があるならば、寝覚めに冷たい水を一杯飲んでください。これでも胃腸反射を起こすことができます。また便意を催したら我慢せずにトイレに行くことも大切です。便意を我慢しているとだんだん便秘癖がついてしまいます。便秘はお肌にも良くないと言いますから気をつけたいものですね。そしてその他加齢による様々な症状にも日々立ち向かいましょう。